ポロドーム、新モードが初めて使用さる。ラグビーワールドカップフランス大会の日本対チリ戦のパブリックビューイングが10日、札幌ドームで開かれ来場した1860人が声援を送った。暗幕で会場を半分に仕切る中規模コンサート用の新モードが初めて使用された。この人数やったら大赤字やないん？アーティスト向けに使用例作るためのデモやからな。これ見て使いたいと思うやついるかは疑問やが。ガラガラじゃん。キングヌーもライブ決まったし札幌ドーム絶好調やな。日ハムさん、頭下げるなら今のうちやで。これはエスコンの客が取られてまうなぁ。困ったなぁ坊。1、2万人規模の需要見込みのデモに対して PV 2000人って意味あるんか？とりあえず見た目こんなんなるよとか音響こんなんだったよって実績はマイナスにはならんやろな。どこも使ってくれないから自腹切っての準備でまた赤字は膨らむだろうが。なんか変だな。広さの割にスクリーン小さくね。でかい箱の中にちっこいの作るって発想がそもそもやばい。絶対小さってなるやろ。アーティストからしたら屈辱的よな。このでかい箱埋められないから半分用意したったでって。やっぱ意地張るよりも解体した方がいいんじゃ。天下り先として必要やからね。ガラガラすぎて草。学校の体育館でやるのと変わらんやん。意外と悪くない。これでわざわざ見に行くんか。画面ちっちゃいやろ。ハムくん値下げして怒り。札幌市、嫌だよ怒り値上げだよわら。ハムくん、うちの製品使わせて怒り。札幌市、嫌だよ怒り伊藤ハム使うよわら。ハムくんぐっつ利益ください怒り。札幌市、嫌だよ怒りぐっつ利益はうちのだよわら。ハムくん、ほなもう出てくわ呆れ。札幌市私たちは一方的に捨てられた怒り。意味のないモードだよ。こんなガラガラなら大きい椅子とかにしてゆったり観戦させろよ。新モードがどうとかよりスタンドが高すぎたり遠いのが問題なんやろ。入場無料だから1860人も入ったのか。都心から離れた球場に売店なしの大画面で試合観戦したいか？正直嫌やろ。実績作りのためのアリバイ工作で草。なおアーティスト側からはソース感の模様。アーティスト側にとっては札幌ドームライブ満員御礼かっこ暗幕モードって言われるとちょっと微妙だな。日ハムなんていらんかったんや。勝ちやね。試合がない日のエスコンに負けてるやんけ。